もっと評価されていいアニメ参戦。1作品目、ソードアートオンライン、オルタナティブガンゲイルオンライン、通称 GGO。 ソードアートオンラインのスピンオフの作品、 SAO を知らなくても楽しめる作品です。ガンゲイルオンラインというゲームを舞台に物語が展開していきます。迫力満点の銃撃戦とゲームとリアルの人間模様が交差するとき、物語は加速度的に面白くなります。2作品目、モーレスパイレッツ、宇宙 SF と学園生活をうまく組み合わせた作品。艦隊戦や電子戦、海賊家業、部活動など盛りだくさんの内容で見応え十分。テレビ版はももクロ、映画版は中川翔子さんが歌を担当しています。3作品目、スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。異世界のスローライフを300年していた魔女がドラゴンやスライムの精霊と出会ったことにより、いろいろな事件などに巻き込まれていく作品。ゆるふわでギャグ要素もあるので楽しく見られます。